また再起動だ。はい、エルカチャンネルのショーです。今回もですね、どんな時も Wi-Fi の話なんですけど、ずっと通信障害でもう全然スピードが出ないです。毎回リセットして、まあ、再起動かけたり、最悪初期化、ここを上を押して初期化にしたり、スマホを使ってサイトの方からこの初期化したりとかしてるんですけど、あ、間違った、今本気で初期化ボタンを押しちゃった。一向にですね、スピードが出ません。エルカチャンネル、それではですね、先ほど初期化をしたので、これで一度速度を測ってみたいと思います。パソコンの方で測ってみるんですけど、見ての通りの数字です。メガまでいってません。朝の5時ぐらいにですね、再起動をかけたんですけど、その時だけ10メガとか11メガとか出たんですよ。あ、止まりましたね。もうずっとこんな感じです。速度が出た時に YouTube を見たんですけど、30分ぐらいしたらもう全然ダメで、もう本当このくらいの数字が前後するぐらいで何も変わりません。さっき初期化を間違えてしたんですけど、それまででも4回5回ぐらいは再起動をかけてます。それでも全然もう変わりません。エルカチャンネルで、21日にですね、どんな時も Wi-Fi がメールを送ってきたんですよ。通信障害の復旧が4月の上旬頃になるっていうのですね。で、今月の21日からですね、3月末まで回線の休止をしませんかっていう内容だったんですよ。はぁと解約しませんかじゃないんだと。2月の終わりに会った時のは4月分か何かを基本料金をタダにするのと、解約の違約金をなくすのどちらか選べたんですよ。まあその時だけだろうと思ってしまったので、基本料金が4月分がタダになるやつを選んだんですよ。そしたら、まあ、またこうやって起きてて、今回は3月21日から3月末までの分を休止にするかどうかだけの案内だったんですよ。まあ、ツイッターの方がすごい荒れまして、まあ、今でも毎日荒れてるんですけど、俺ももうこうやって速度を調べて都度都度ツイッターの方に上げてるんですけど、まあ、ほぼみんな変わらないんじゃないかと。一時的にですね、俺みたいにその速度が出たよっていうので上げてる方もいらっしゃるんですけど、ほぼみんな一緒だと思います。エルカチャンネル、ネットのニュースでも取り上げられてるので、そろそろ発表があるんじゃないかなとは思うんですけど、2月で起きた時と同じ状態ですよね。3月分をの基本料金をタダにするのか、解約の違約金をなくしてくれるのかとかあれば、解約して他のところに行こうかなとも思うんですけど、現状だとですね、この回線休止なんかしても使ってる人からすればこのスピードが遅くても使わなくちゃいけないわけですよ。で、解約するって言っても違約金が発生しちゃうので、違約金がですよ、2年以内は2万切るぐらいなんですけどかかるんですよ。箱とかも取っとかないと、仮にその条件を満たしてても変わらないぐらい違約金が発生しちゃいます。エルカチャンネル、どうにかして違約金をなくそうと思うんであれば、今できることは我慢してこの速度で使っていくのか、違約金を払ってでも解約するのかなんですけど、もともとですね、どんな時も Wi-Fi にいつでも解約サポートっていうのがあるんですよ。
当社負担で解約の違約金はいりませんっていうのなんですけど、どんな時も Wi-Fi が進める他社のネット回線を紹介するそうです。こちらを見ますと、通信速度が遅いとか固定回線に乗り換えたいとかいう人に違約金なしでお乗り換えが可能ですよって、これだけ見るとおいいじゃんと思うんですけど、残念ながらそううまい話ではありません。どこを紹介されるかははっきりとしたことは書いてないんですけど、それを試された方がネットの方に何社か書いてあったんですけど、それがですね、一つは固定回線なんですよ。外でも俺使いたかったので固定回線をやめたんですよね。そのためにこちらにしたんですけど、なので固定回線の話はまずいらないじゃないですか。で、同じモバイル Wi-Fi の会社があと何件かあるみたいなんですけど、制限があるんですよ。それが月に7ギガとか、もしくは3日で10ギガ使われた場合は次の日にちょっと制限がかかりますよっていうところとかですね、紹介されるみたいなんです。今こちらが電波障害が起きてるので何とも言えないんですけど、こちらはもともと無制限の中でも外でも使えますよっていうので出されてるので、どんな時も Wi-Fi から乗り換える旨味がないんですよね。今現在だったらもうしょうがないかなとも思うんですけど、それでも制限がかかってしまうので難しいかなと。求めるもの、 YouTube が普通に見れるぐらいの速さが出るなら問題はないかなと思います。で、それでいてその制限がないならいいな、まあ実際制限あると思うんですけど、無制限のとこであればいいなと。で、値段もそれなりに、まあ、これと変わらないか安くなればいいなと思ってるんですね。エルカチャンネルで同じこの機種を使った無限 Wi-Fi、 あれに本当はしたくてしょうがないんですけど、あちらも全然まだ発送自体が遅れてるみたいで、今頼むと4月の上旬、うまくいって上旬中旬になるんじゃないかなという感じなんですよ。で、いざ変えてあっちどうなんだろうっていうのもあるじゃないですか。どんな時も Wi-Fi がそういう電波障害が起きたってことは他のところでも起きない話じゃないかなとも思うので、今は動かない方がいいのかなと。何かしらの発表があるのをきついですね。ネットができないのできついんですよ。きついんですけど、今は待った方がいいかなと俺は思います。多分ですね、4月になるとですね、速度が復活すると思うんですよ。思うんですけど、今回と同じ流れであれば20日前後にはまた電波障害が起きるんじゃないかと思ってます。なんで2月の終わりの時、あれで解約しとけばよかったなとちょっと後悔してます。違約金2万円払ってまで解約するかっていうと、ちょっと違うかな。そこまでしては、いや、すぐに解約したいんですけど、そこまではしなくていいかなとも思ってるので、少ないスマホの容量で今までみたいに YouTube 見たりができないんですけど、ちょっと我慢しようかなと思ってます。何かしら発表があると思いますんで、それまでは本当大変だと思うんですけど待ちましょう。もしかしたら今日あたりあるかもしれないし、こちらの動画が上がってる頃には発表があると思いますので、俺は辛抱強く待ちたいと思います。まあ文句は言うと思います。一番はいいのは、解約するその違約金がなしにしますんでみたいなのがあれば、よしって、そしたらもうすぐ解約して、いろいろ悩んでるんですけど、いいところを何か見つけて解約したいと思います。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。